トロベイチロです、今日もね、茨城県のつくば市に来て、つくば駅の周辺を歩いてます。またちょっと違う自販機をね、ちょっと見つけたんで紹介しようと思います。はい、フランス菓子工房コートダジュール本店に来まして、なんかおしゃれね、これだ。コートダジュールの自販機だ。コートダジュール、はい、見てみよう。つくつくバスチー1800円するこれ。すごい。半熟チーズロール2個入りで650円で、半熟チーズタルト2個入り650円。あ、下も一緒ですかね。はい。で、この下がカヌレ、カヌレドメゾン2個の600円。あ、学園通りの生チョコサンド3個入り。あ、これいいね。小さいのかな、これがいいよ。で、紅はるかと半熟チーズのブリュレ。あ、あと何ですか、これこれ。本当だ、抹茶玉露のチョコサンド。すごい、抹茶チョコふわふわと。シェフの顔もなってます。すごい。そうですか。何か。で、これはカヌレだ。2個入り600円。あ、さっきのね。ちなみに、あ、すいません、まさかの8番売り切れです。残念でした。3個入り600円。ちょっと8番、あ、1436も売り切れだ。つくつくバクチーもチーズタルトも売り切れ。9番もね、ありかと思ったんだけど、うん、せっかくなチョコサンド。え、どれ？これ。あ、こっちね。うん、はい、10番です。入ります。10番、冷凍。電気つく。帰る頃に食べれる。ほら、電気つくね。本当だ。そうね。きたー。すごい、枝豆みたい。コートダジュール駐車サービス券60分券。いらね。というわけでね、コートダジュールの抹茶玉露チョコサンド、ちょっと後でこれ食べてみたいと思います。家に帰ってきまして、コートダジュールでね、買いました。玉露抹茶のチョコサンド、はい、開けてみましょう。こんな感じになってます。すごい、3つ入ってるね。本当はチョコレートケーキ食べたかったんですけど、あー、すごい。ちょっといただきます。香りがすごい、もう抹茶です。チョコレートのね、食感がすごい。結構あの緩くなくて、しっかりとしたサクって感じで、で、このスポンジとすごい、なんか結構食べ応えがあるな。うん、あ、美味しい。うん、あ、美味しいです。これ甘みがなんか抑えられて、非常に食べやすいケーキに仕上がってる感じします。うん、でもあっという間にもう一つ食べ終わってしまいますね。でね、買ったらね、あのタイムズのコートダジュールの駐車サービス券60分券も、車で行ってないんでね、まあこれ使う必要はなかったんですけども、はい、ちょうど駐車場の中にあったからね、このコートダジュールの洋菓子。まあ、次はね、また別の商品と、あのチョコレートの方をちょっと食べてみようかなと思います。はい。じゃあまた、つくばのコートダジュール行ったら買いたいと思います。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。